皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではドキサバ海編、今回から新しいキャラクターを攻略していきたいと思います。今回攻略するキャラはロッチのユータです。リクエストありがとうございました。ユータ、あ、ユータ、おお、左から来た。いやー、ユータはどのシリーズも好印象だから今回もすっごい楽しみ。ん？なんだ？お手伝いに来たよ。どっち調べるの？ああ、荷物置いただけでまだ見てないとことかあるからな。ああ、そうだね。私も手伝う。勝手にすれば？なんか冷たいな。うん、どこから調べるか。そうだね、私こっち側調べるからユータはあっちの方をお願いね。 おい、勝手に決めて。ダメ？はい、さっさと調べる調べる。お母さん？へ、わかったって。ったく。さて、棚の上とかがまずは基本よね。大丈夫？気をつけてよ。うわ、何？あ、ホコリ？おい、どうした？ちょっとホコリが溜まってた。当たり前だろ、注意力足りねえぞ、お前。ごめん。大丈夫、次は気をつけるから。何が大丈夫なんだか。あ、何？なんだよ、またホコリか？違うよ。うん、いいものがあった。何？いいもの？ちょっと待ってろ。うん。どれだ？これ。ほら、これ。何？山菜大図鑑とキノコ大図鑑、5冊ずつあるよ。図鑑？そんなもん役に立つのか？めっちゃ役に立つよ。立つってば、これから山菜やキノコも取らないといけないんだから。まあそうかもな。ま、確かに何かの役には立つか。そうそう、そういうこと。あ、ユータ。ん？ああ、お前もいろいろ大変だろ。そうだね。私が？なんで？大変じゃないの？なんでって、こんなことに巻き込まれちまってよ。まあね、大変なのは私じゃなくてつぐみだよ。どうやって慰めようか困ってるの。じゃあ、お前は困ってないのか？困ってないって言ったら嘘になるな。つぐみを慰める方法には困ってるけど。なんつうか、お前お気楽だな。お気楽ちゃんって呼んで。まあね、よく言われる。どんな状況でも前のめりに生きろって言われてるから。誰に？もしかして両親？誰に？坂本龍馬。なんで？主人公って坂本龍馬の子孫？なんだそりゃ。知らない？坂本龍馬。そこじゃないよ。知ってっけど、いきなり出てきたからよ。そうだよね、坂本龍馬は偉大だよ。知ってるよ。お前に言われなくても知ってる。お前変なやつだな。ああ、ユータの中で主人公は変なやつだと思われたよ。そんなに褒められると照れるよ。褒めてないよ。褒めてねえっての。だよね。わ、私のことよりそっちはどうなの？私？そうよ、私に聞いてくる前にまずそっちから教えてよ。
私はね、ユータ。ユータだよね、やっぱユータかな。フジ君なの？うん。文句あるの？ううん、別に。それで、つぐみの方は誰なのよ？それよりさ、その人と仲良くしたいんだったら何度も会わないとダメよ。うん、そうだね。何回も会ってればきっとそのうち仲良くなれると思うな。それは分かってるから、つぐみ、あんたは誰が気になってるのか教えてよ。こら、つぐみ、寝たふりしたってダメよ。いいじゃない、明日早いんだからもう寝よ。はいはい、分かったわよ。これ以上追求しないであげる。それじゃあおやすみ。うん、おやすみ。つぐみ、少しは元気出たかな。7月29日。早寝早起きってのも結構いいもんね。や、おはよう。おはようございます。あ、おはようございます、サイさん。今日も元気だね。はい。ユータ。おう。そうだよ、ユータに頼みがあるんだけど、いいかな。最初のそうだよって何？いいぜ、頼み事ってなんだよ。薪割り、食堂の薪が少なそうだから。ああ、わかった。じゃあ、割りに行くか。うん、うん。結構割ったな。あ、もう割ったんだ。そうだね、使わない分は向こうに置いておくよ。あとは食堂に運ばないとな。そうだね。うん、手伝ってくれてありがとう。助かったよ。運ぶまでは手伝うぜ。いいの？ありがとう。ほんと？ゆうた優しいね。これくらい当然だろ。かっこいい。ありがとう。これは惚れる。あ、テニス。ところで、ユータってどういうタイプのテニスをするの？タイプ？タイプで言うんなら、俺はアグレッシブベースライナーだ。アグレッシブベースライナー。ベースライン上で攻撃的なテニスをするタイプだったっけ？へえ、よく知ってるじゃねえか。おお、すごいね、主人公。まあね。俺にはスーパーライジングがあるからな。相手に反撃させる隙は与えないぜ。そのスーパーライジングって何？スーパーライジング？聞いたことあるような。え、あるの？打球の跳ね際を打つショットだよ。あらゆる変化を無効にする。へえ、すごいね。へえ、すごいじゃない。それにリターンも早いから、相手は打った後すぐに反撃されて手も足も出ないってわけさ。すごい技だね。それじゃあ無敵だね。まあ、それでも上には上がいるからな。ああ、富士先輩。ああ、そうなんだ。だから俺はもっと上を目指す。頑張って、応援してるよ。うん、頑張って。はい。あ、赤澤先輩。ちょっといいか。お前に聞きたいことがあるんだが。まあ、ユータいないからいいですよ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。お前、血液型は何型なんだ？血液型ですか？ A 型です。私ですか？私は A 型です。
A 型です。おお、 A 型か。俺は O 型なんだが。そうなんですか。あ、じゃあ相性はバッチリですよ。科学的根拠はありませんが。お、そうなのか。バッチリね。ふーんって何ですか。ゆうた。お、何か面白いことない？うわうざい、私こういうの一番嫌い。特にないぜ。暇なのかよ。暇、うん。じゃあ探し物手伝ってくれ。倉庫から釘を探してこいって言われてるんだよな。いいよいいよ。釘ってどこにあるかわかる？いや、知らないな。そっか。じゃあ私がこっち側調べるから棚の方をお願いね。ああ、わかった。それにしてもこの倉庫、ホコリっぽいし整理もされてないから探し物するのが大変だね。そうだな、それに暑いし。そうだね。早く見つけようか。ああ、なかなか見つからないね。こっちの段ボールは見たけどなかったよ。ユータの方は？俺の方もだ。そっか、本当にあるの？ってユータ、そこにあるじゃない。ちょっとユータ。え？棚の上、一番最初に見たところじゃないの？あ、本当だ、見落としてたんだな。もうおっちょこちょいなんだから。うー、見つかったからもう出ようか。こんなとこにいたら蒸されちゃう。賛成。ああ、お前がいてくれて助かったよ。ありがとな。いえいえ。マックス。ユータ。なんだ、今忙しいんだ。後にしろ。あ、ごめん。荷物運んでるんでしょ、手伝うよ。何言ってんだ、結構重いぞ。大丈夫大丈夫、体力には自信あるから。そこまで言うなら手伝ってもらおうか。うん。こいつあっちまで運ぶんだがいいよな。いいよ。うん、ちゃんとやるから任せて。途中で音を上げるなよ。上げないよ。これで終わりだよね。疲れちゃってんじゃん。あ、ああ。ん？どうした、ゆうた？ん？どうしたの、ゆうた？いや、ちゃんと運んだな。あ、もしかして途中で音を上げるとでも思った？だからそう言ったでしょ、任せてって。お前、意外と体力あるな。まあね。それも言った。そうだっけ？そうだよ、忘れちゃったの？これからも何かあったら私に頼ってくれていいから。バカ言え。そうそう力仕事を頼んだりするか。いいのに。じゃあ私の方から頼っていい？お、力仕事か？お前別に力仕事なんかしなくていいぞ。俺たちがちゃんとやるから。でも、けど手伝えることは手伝いたいし。力仕事以外の仕事もあるだろ、そっちをやれよな。うん、例えば？料理を手伝うとか。そういや昨日の料理うまかったな。見た目は悪かったけど。最後ので主人公が作ったっていうのが分かったよ。ああ、あれ作ったの私、ほらね。何？そうなのか？お前料理はうまいんだな。見た目は悪いけど。最後のはいらないんだけど。見た目なんか気にしないの？いや、気にした方がいいと思うよ。少しは気にしろよ。だよね。
夏だね。急にどうした？結構前から夏だったと思うぜ。暑さで脳がやられたか？ひどい。そうじゃないよ。青い海、白い砂浜、入道雲、夏だって感じがしない？ああ、言われてみればね。ああ、わかる気がする。でしょ？これが遭難してる状態でなければ、弾けて遊べたんだけどな。今でも十分弾けてるだろ。え、そうかな？え、そう？ま、元気なやつ見ると、こっちまで元気になるからいいけどな。そう？じゃあもっと頑張るよ。これ以上は頑張らなくていいよ。これ以上はいい。マックス。あ、ユータ。これから練習なんだが付き合ってくれ。ミニゲームか。いいよ。うん、いいよ。うん、いいよ。おう、じゃあ行くか。うん。あ、これか。はい、頑張ります。お前ならいけると思うぜ。え、そうかな。犬いじる。え、ここも犬いじるで揃えた方が良かったんじゃ。やるもんだな。ありがとう。岩清水、ここも犬いじりで揃えた方が。なかなか筋がいいぜ。ありがとう。橘さん、おお、似たような髪型。やるもんだな。ありがとう。テニスボール。へえ、やるじゃん。ありがとう。ケンタロウ、おお、似たような髪型。ジャッカルは髪ないけど。やるもんだな。ありがとう。なかなか筋がいいぜ。ありがとう。おお、戦国先輩のメダル。また付き合ってくれよな。いいよ。赤澤先輩。ん？なんだ？ユータの趣味ってなんだか知ってますか？フライングディスク。ユータの趣味か。確かあいつはフライングディスクをよくやってたぞ。当たった。キーワード、ユータ、フライングディスクを入手。フライングディスク？プラスチックの円盤を投げるスポーツのことだ。そうなんですか。あー、はいはい、あれですか。うわ、なんかすっごい冷めた感じで言ったな。俺も何度か付き合ったが、なかなかうまいもんだったな、ユータは。へえ、そうなんですか。へえ、そうなんですか。同じこと言っちゃった。夜になっても暑いね。ああ、寝苦しいよな。そうだよね。濡れたタオルを額に乗せると少しはマシになるよ。寝相が良ければだけどね。ああ、寝相は良くないな。ああ、ゆうたも？実は私も。そっか、水枕とかあるといいんだけどね。俺、水枕は苦手なんだよ。なんかブヨブヨするだろ。あれが嫌なんだよな。そうなの？そうなんだ。じゃあ風の時とかも使わないんだ。そうだな、めったに風もひかないからな。今のところ皆勤賞だぜ。すごい。あ、私もだよ。目指せ3年間皆勤賞なんだから。そうなんだ。お前ならいけると思うぜ。そうかな。応援してもらったけど、あんまり嬉しくない。
フライングディスク。そうそう、ユータってフライングディスクが趣味なんだって。へえ、よく知ってんな。誰に聞いた？赤澤先輩から聞いた。赤澤先輩から。ああ、赤澤さんには何度か相手になってもらったからな。そうなんだ。もしかしてディスク持ってきてる？いや、さすがに持ってきてない。そっか、あったら一緒にやりたかったのに。そっか、赤澤先輩が上手いって言ってたから、どんなことができるのか見たかったんだけどな。別に大した技ができるわけじゃないぜ。そうなの？ディスクを手から背中を通して転がしたり、リフティングしたり、指の先で回したりする程度だ。いや、それすごいよ。それだけできれば十分すごいよ。そうか？うん。うん。どんな感じか見てみたかったな。まあ、そのうち機会があったらな。うん。ユータ、何やってるの？ああ、くそ、いいとこだったのに。え、なんかごめん。え、どうしたの？ああ、それゲーム？ん？何のゲーム？ああ、携帯ゲーム機持ってきてたんだけどな。今いいとこで電池が切れた。え、よく水没しなかったね。というか、私のせいじゃなかったんだ。予備の電池持ってきてないの？それが忘れてな。そっか、そっか。じゃあ私が持ってきてる電池あげようか。炭酸でいいんだよね。え、なんで電池持ってるの？あ、もしかしてこの時は充電器じゃなくて電池が必需品だったのかな。え、いいのか？いいよ。ただし、ただし？あ、ただし？私と勝負して勝ったらね。勝負？何するの？はあ？勝負？そう、正々堂々じゃんけん勝負。じゃんけん？これは選択肢のやつ？じゃんけんか。だったらいいぜ。俺が勝ったら電池くれるんだな。もちろん。うん、ただし私が勝ったら一つだけ。何でも私の言うことを聞くこと。不公平じゃん。おい、それはいくらなんでも不公平だろ。ですよね。そう？だったら別にやらなくてもいいよ。私は困らないし。うわ、嫌な子。うっ、卑怯者。おお、なんとでもおっしゃい。何キャラ？お前、そんなキャラだったのか。ううん、私も初めて見た。で、どうするの？いいぜ、やってやる。勝てばいいんだ、勝てば。うん、私は全力でユータを応援するよ。負けた時のことを考えてないと後悔するよ。うるさい、やるったらやる。頑張れ。じゃ、一発勝負ね。用意はいい？いつでもいいぞ。行くよ。それじゃ、最初はグー、じゃんけん。うわ、出た。グー、チョキ、パー、チョキ、ポン。ああ、負けた。そう、勝っちゃった。どんまい、ユータ。ふっふっふ、さてどうしようかな。好きなようにしろ。はいはい。それじゃあ、はい、これ。ん？ああ、電池あげるのかな。え、黙って乾電池を受け取ること。礼はいらないから。何キャラ？いいのか？俺負けたんだぞ。いいの。うん、私が勝った。だから黙って乾電池を受け取ること。これが私の命令。何キャラ？おう、あれ。礼は言わないこと。これも命令。何キャラ？ああ楽しかった。楽しかったじゃないよ。
赤澤先輩、質問です。質問？なんだ？ユータの好物って何ですか？ケーキ。ユータの好物か。いくつかあるが、パッと思いつくのはクレープだな。あー、そっちか。キーワード、ユータ、クレープを入手。クレープ、また難しいものを。ん？あー、作ってあげようとしたのかな。何が難しいって？みんなの好物をこっそりメニューに入れて驚かそうと思ってたんですが、さすがにクレープは無理ですね。そういうことか。まあそうだろうな。ちなみに俺の好物はな、カレーですよね。あー、ダメです。なんで？え？あ、そっか、こっそり入れるって言ってたもんね。本人から聞いたらサプライズにならないじゃないですか。ん？そうか。そのうちいきなり赤澤先輩の好物が出てくるかもしれませんから、その時をお楽しみに。そうだな。水木さん。なあ、何でしょう。ユータの得意技って何ですか？ツイストスピンショット。おや、ユータ君のデータを集めてどうするんです？知りたいだけです。今後の活動に有効に利用しようかと。それちょっと誤解招くよ。スパイだと思われちゃうよ。面白いですね、あなたは。そうですか？ありがとうございます。褒めてないと思うな。ユータ君の得意技でしたね。彼の得意技はツイストスピンショットですよ。当たった。キーワード、ユータ、ツイストスピンショットを入手。ツイストスピンショット？もっとも最近は無理に使わないように指示をしていますが。そうなんですか？はあ。あとは本人に直接聞くことですね。そうします。わかりました。あー、ほら、明日には手がかり見つかるかもしれないし、みんな頑張ってるから。だからつぐみも元気出して。そうだね、心配かけてごめんね。これくらいどうってことないよ。あ、じゃあ私も相談に乗ってもらおうかな。ねえ、どうしたらいいと思う？え、何が？ユータのこと。ユータのこと。だからユータのこと。なんだ、昨日の話の続き？なんだとは何よ、こっちは真剣なの。はいはい、それで何が困ってるの？なんていうか、会話が広がらないのよね。だったらさ、その人と仲がいい他の人に話を聞いてみたら？他の人？そうよ、誰だって自分のことはあんまり喋らないじゃない。親しい人の方がその人のことをいろいろ教えてくれるんじゃない？つぐみ、あんた意外とやるわね。そんなことないって。でも仲がいい人って誰かな？赤澤さんじゃない？水木さんじゃないんだ。あー、そうかも。うん、そうじゃないかな。私そっちの人たちのことはそんなに知らないし。いや、めっちゃ知ってるじゃん。いいのよ、参考になった。ありがとう、つぐみ。どういたしまして。それじゃあそろそろ明かり消すよ。うん。おやすみ。おやすみ。いや、まさか赤澤先輩だとはね。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。